私の悲願、私の究極の職が。大人げないですよ、兄上。独り占めなんかしないで、みんなで食べればいいじゃないですか。いかにも。それに食材の場所は自分の地図に記録済みです。必要とあらばいつでもまた採取してまいりましょう。はあ、資源殿にもお仕置きが必要だなんて。くっくでは早速調理させましょう。これが究極の肉まん。虎に取られたぞ。己逃がさん。ああ。本当に兄上は運が悪い。あ、